主人様、失礼いたします。あなたのメイドのマリノでーす。クリスマス用のメイド服を見せびらかしに来ました。じゃーん。って、あんら、本当にいらっしゃったんですね。どういう意味だって。いや、ご主人様は今年も家にいるんだなって思っただけです。だって今日はクリスマスじゃないですか。なのにお家で一人でいらっしゃるなんて。いえ、毎年のことですからあれですけど。ご主人様がぼっちなのは。え？口が悪いですか？そうですか？私は思ったまま素直に喋っているだけなんですけどね。ふふ。あらあら、むくれちゃいました？あ、ご主人様がむくれてる。ほっぺがぷくってしてて、私と目を合わせてくれません。サンタ服メイドで、すっごい可愛いマリノをご主人様が見てくれません。マリノ、寂しいですよ。ご主人様。ほっぺツン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 。ご主人様、冗談ですよ、冗談。ご主人様はぼっちじゃないですよね。ほら、ご主人様には二次元の可愛い女の子がたくさんいるじゃないですか。ね、ほら、この間攻略した女の子ってどの子でしたっけ？音声作品もいっぱい買ってましたよね。ああ、もっとむくれちゃいました。ほっぺがもっとぷくぷくです。ツンツン、ツンツン、ほっぺツンツン。むくれたご主人様もかわいいです。じゃあ、そんなぼっちでかわいそうなご主人様にマリノからクリスマスプレゼントをあげちゃいましょうか。今日はサンタメイドですからね。あ、やっとこっち見てくれましたね、ご主人様。あなたのメイド、マリノのことを。嬉しいです。ぼっちなご主人様へのプレゼントはこれです。じゃじゃーん。クリスマス特別、マリノが甘やかしてあげる券。どうです？頑張って可愛く作ったんですよ。ほら、横に書いてあるウサギサンタとか、すっごく可愛くないですか？自信作です。あれ？ちょっと嬉しそう？こんなもんって床に投げ捨てられるかと思ったのに。そんなことしない？やだ、もう。ご主人様優しい。もう、ぎゅーってしてあげます。はい、ぎゅー。どうします？この剣、早速使っちゃいます？はい、毎度です。では、クリスマス特別、マリノが甘やかしてあげる剣をご使用ということで、今からマリノはご主人様を甘々に甘やかしちゃいますよ。
まずは何をしてほしいですか？決められない？まあ優柔不断なご主人様なんですから。でもそんなところも可愛くって、マリノは大好きですよ。ちゅどうしようかな。ご主人様をどうやって甘やかしてあげましょう。耳かきもいいし、なでなでも膝枕も捨てがたくって。そうだ、ほっぺたスリスリとかもしてあげたいし。クリスマスですからケーキおーんとかも捨てがたいですよね。あとはエッチなこととか、二次元の彼女さんとでは画面を見ながらご自分でしかできませんものね。それを私が甘やかしながらゲームと同じことをしてあげるとか。ご主人様、お顔が真っ赤です。かわいい。どうですか、どれかご主人様の金銭に触れるものはありました？え？全部？全部って、今私が言ったの全部ですか？まあ、欲張りなご主人様。提案した案を全てご所望なんて。なんて贅沢な。それでこそ、マリナのご主人様です。ええ、いいですとも。クリスマス特別チケットなのですから、それはもう、全然オッケーです。このご主人様専属メイド、不肖マリナ、精一杯ご主人様と、戯れさせていただきますね。ではそうですね、まずはギュッてして、よしよしですね。はい、ご主人様。じゃあマリノのお胸に顔をうずめてください。ギュッてして差し上げます。マリノのおっぱい大きいですから、きっと気持ちいいですよ。ほら。むにゅー。そうそう。じゃあ、こうやって、ぎゅーってして差し上げますね。ほら。ぎゅー。抱きしめちゃいました。ご主人様、体、熱いですよ。それに、体をピトッとくっつけてると、ご主人様の心音が伝わってきて、ご主人様がドキドキしちゃってるの。ま、る、わ、か、り、ですよ。ぎゅー。ぎゅ、ぎゅーん。まだまだ女性に対する免疫が足りてないみたいですね。こうやってぎゅーってするだけで真っ赤になっちゃうなんて。ほーら、ぽにょん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 。ぷにょ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 ぎゅーん。ぱにょぱにょ。ご主人様ったら本当に可愛いんですから。ほら、よしよし、
よしよし。おっぱいで息苦しくないですか？幸せな苦しさだからいい？それなら仕方ないですね。ほら、甘えたがりのご主人様。なでなで、なでなで。よしよし、よしよし。よしよし、よしよし。かわいい、かわいい、ご主人様。お背中もさすさすしてあげます。さすさす。さすさす。よしよし。よしよし。ほらほら、なでなで、なでなで。ごめんね、パニョ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 。マリナのお胸、気持ちいいですか？よしよし。プニョ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 。あったかくて気持ちいいです。ご主人様、よしよし、よしよし。マリーナ、ご主人様大好きですからね。いっぱいマリーナによしよしされてくださいね。よしよし、ご主人様、いいか、いいか。よしよし、よしよし。お背中さすさす、さすさす。なんてなんて、なんてなんて、なんでなんで、なんでなんで。かわいい、かわいい。お胸ぷにょぷにょ、お顔ぷにょぷにょ。なんでなんで、なんでなんで。よしよし、よしよし。かわいい。パニョ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 。なんでなんで、なんでなんで、なんでなんで、なんでなんで。気持ちいいですか、ご主人様。なでなで、なでなで。そんなかわいいご主人様にはおでこにチュッてしてあげます。ほら、チュッチュー。頭をなでなでしながら、うん、なな、でなでなで、なでなで、よしよし、よしよし。かわいいマリナのご主人様、大好きですよ。お背中もさすさす。
さ。もうご主人様可愛すぎます。私の柔らかなおっぱいにお顔をうずめられて、私によしよしされてチュッチュされるご主人様。マリノはもうメロメロですよ。もっとギュってしちゃいます。あら、ギュー。そんなにギュってされるとおっぱいに押しつぶされちゃう？いいじゃありませんか。マリノの柔らかなおっぱいに押しつぶされちゃうなら本望ですよね。ご主人様、ぎょー、なで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 。よし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 、ぎょー。ほうずりもしちゃいますよ。はい、胸からお顔を上げて。どっちのほっぺたからほうずりしちゃおうかな。じゃあこっち、こっちかな。すり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 。お肌すべすべ。ご主人様のお肌は私が毎日ケアしてるんですから当然ですけど。すり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 。摩擦熱？寒い冬なんですから、あったかくなってちょうどいいじゃありませんか。え？お部屋はあったかいから大丈夫？もう、そんな意地悪言っちゃ嫌ですよ。嬉しいくせに。すりすり。マリノは、ご主人様にずっとお仕えしてるんですよ。だからご主人様のことはなんでも知ってるんです。ご主人様がされて嬉しいことも苦手なこともぜーんぶ知ってます。だからこれは絶対嬉しいはずです。すり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 。ほら、口元が緩んでるの。マリノは見逃しません。すりすり。すりすり。じゃあ、寂しそうなこっちのほっぺも。すりすり。すりすり。はぁ、気持ちいい。ご主人様のほっぺと私のほっぺ、ピタッと合わせてスリスリするの、幸せです。ピタン、ピト、ピト、スリ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 。ご主人様を満喫できて、マリの幸せ。すりすり、すりすり。私の髪がこしょこしょ当たってくすぐったい？それも、ほっぺすりすりの醍醐味ですよ。ほら、くすぐったくても、すりすり。ソリソリ、セリソリソリソリ、
すみすみご主人様ったら嬉しそう。お顔がほにゃにゃんってとろけちゃってます。私のすべすべお肌気持ちいいですか？ご主人様のお肌とスリスリ、私はとっても気持ちいいです。ほらスリ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 。ご満足いただけました？じゃあ、ほっぺにチュッてしてあげます。ご主人様を甘やかして、マリノも体がポカポカしてまったりした気分になってきました。次はどうしようかな。じゃあお次は甘やかしの定番、耳かきといきましょうかご主人様の大好きなお耳掃除ですよ。ほら、あなたのサンタメイド、マリノのお膝へどうぞ。スカートをまくって、マリノのぷにっと柔らかいお膝に直接頭を置いてくださいねじゃあ最初は右のお耳からお掃除しましょうか。どうぞ。ほらほら、早く、ご主人様。はい、ゴローン。はい、よくできました。なで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 かわいい。じゃあお耳掃除していきますね。今日はいつもよりいっぱいこしょこしょふうふうも入れていきますからね。はい、入れますよ。ガリ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 どうですか？まずは浅めのところから、ガリ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 、うん。
主人様のお耳かわいい。いつも思ってますけど。思わず。大きさとか、マリの好みです。お耳くすぐったいですか？ご主人様の髪の毛の感覚、マリの大好き。お膝に当たってるの嬉しいな。マリノはご主人様の全部が好きですから。マリノはこうやってご主人様といられる時間、すっごく好きですよ。でもでも、その中でもご主人様を甘やかして、こうやってハマハマしてる時間、次はボンテンで仕上げていきますね。ふわふわっとこれ入れちゃいますよ。ほら。気持ちいい。
ゴミゴミトレロボンテンテふわふわ、ご主人様のお耳をごしょ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 、ふわ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 、ごしょ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 っと、はい、右耳は終わりです。くるんってお膝の上で向きを変えますよ。はい、くるん、よくできました。なで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 、さあ、じゃあこっちの耳もきれいにしていきますからね、ご主人様。さあ、こっちの耳も気合を入れてやりますよ。あんまやっこしい、あんまやっこしい。主人様ってマリノにこうやって耳かきされるのお好きですよね。いつもそうやって気持ちよさそうな顔してくださいますもんね。ご主人様ってマリノがふーってすると絶対お体ピクンってなりますよね。かわいいな。大きいの発見。よいしょ、取れた。次はもうちょっと奥まで行くよ。ご主人様の耳赤たんけん探して、よいしょ。クリスマスの耳かき。にも大きな大きなキングオブ耳垢を発見です。おっきいぞ。ゴリ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 、取っちゃいましょうね。ゴリゴリ、
うんちじゃないですよ。そんなこと言うご主人様にはもっと奥のギリギリまで。あれあれこんな奥にまでこんな大きいの。とうとうこれに懲りたら意地悪言わない。マリノが気持ちよく歌ってるんですから。ふふ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 ふ。あんまりマリノのこと意地悪言うとサンタさん来なくなっちゃいますよ。なんて。おいしょ。きれいなれ、きれいなれ。あ、そうだ、クリスマスといえばクリスマスケーキですよね。今日は特別にマリノが作ったんですよ。ご主人様のために今冷蔵庫で冷やしてますので、これが終わったらしてあげますね。マリノ楽しみです。はい。奥もっと綺麗にしますよと。カリカリ。笑う。笑わないでください。ガシャ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 。よし。じゃあ梵天でゴショゴショしますよ。マリノの歌をオンチだっていう悪いご主人様に。カシャ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 ふわ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 、汚れをきれいに。カシャカシャカシャ。きれいにきれいにきれいになーれ。きれいになりました。お耳に。ご主人様
お耳、真っ赤になっちゃいました。やっぱり可愛い。ではでは、耳かきも終わりましたので、予告通り、森の特製ケーキを、ご主人様に、してあげますね。じゃあ、ケーキを取ってきますから、ちょろんと待っててくださいね。お待たせしました、ご主人様。じゃーん。マリの特製、クリスマスケーキですよ。ご主人様用に特別に作ったケーキですから、絶対美味しいって言っていただけるはずです。じゃあ、まずは、どっこにしようかな。クリームがたっぷりのってる生クリームのここたっぷりクリームをすくってはーいご主人様はーんいい食べっぷりです。マリノのケーキ、美味しいですか？よかった。じゃあ、今度はこのイチゴのところ、ここを、あーんってしましょうね。今度はイチゴも乗ってるので、さっきよりも、もっと大きなお口を開けましょうね。はい。あーん。いい食べっぷりです。おいしいですか、ご主人様。うれしい。あらあら、ほっぺにクリームがついちゃいましたね。かわいい。じゃあ、マリノがチュッチュペロペロして。取ってあげますね。おろろ、何恥ずかしがってるんですか？マリノのかわいいご主人様、こっち向いてください。こっちもついてますね。そんなについてない？そんなことないですよ。いっぱいついてますから、いっぱいなめなめしないと。したいだけだろって、したいだけですよ。甘くて美味しい。ご主人様、顔真っ赤っかです。かわいい。なんか、そそられますね。そんなお顔されると、マリノはもっとご主人様のこと、好きになっちゃいますよ。ほら、ご主人様。あーん。おーん。ペータペータペータ。え？私がわざとほっぺにクリームペタペタつけてる？そんなことないですよ。でもクリームついちゃったら、舐めてきれいにしちゃわないと、
ですよね。ほら、きれいにしますよ。動かないで。おいしい。あ、まだついてます。ご主人様、動かないで。ご主人様の反応の方がケーキより甘いですけどね。あ、これは何でしょう。ベッドの下に何か、ん？あ、隠さなくても。でもマリノ、もうビビッときちゃいました。そのゲームは、エッチなゲームですよね。存じておりますよ。最初に言った、最近ご主人様が攻略されたゲームですよね。マリノは何でも知ってます。ご主人様は、こちらのゲームでいつもお一人で、エッチなこと、されてますよね。ふふふ。え？どうして知ってるのか？それはもう、ご主人様専属メイドですから。ふふ。ご主人様はそのゲームの中で、特に、メインヒロインの女の子とラブラブイチャイチャしながらエッチするシーン、お気に入りですよね。何度も何度もこちらで可愛い息子さんをお手手でシコシコして、ん？それ以上は言わないで。恥ずかしがるご主人様、可愛い。とにかく今日はクリスマス。クリスマス特別、マリノが甘やかしてあげる券はご使用なのですから、ご遠慮なくマリノに甘えていただいていいんですよ。してほしいことは、素直に言ってくださいね。うんうん。このゲームのこのシーンみたいに、女の子に耳を舐められながら、おちんちんをシコシコしてほしい？まあ、ご主人様ったら。いいですよ。マリノ、今日はご主人様のお願いは、全部聞くって決めてるんです。それに、そんな恥ずかしそうにもぞもぞしながらお願いしてくれる、かわいいご主人様を見たら、もう、マリノはしてあげたくてたまりません。さあ、じゃあご主人様のズボンを脱がして、と。パンツもずらして、わっ！ボロンって。ご主人様のかわいいおちんちん。もうすっかり期待して、大きくなっちゃってるんですね。お耳なめなめされながらのシコシコ。いっぱい期待してるんですね。あ、そうだ。せっかくですから。クリスマスっぽいお耳なめにしませんか？
こうしてケーキのクリームをたっぷり指ですくってご主人様の左のお耳にぐちょ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 。あらら、びっくりしちゃいました。かわいい悲鳴が上がりましたね。ご主人様はお耳弱いですもんね。こら、動かないでください。ご主人様、まだ途中なんですから。こうしてこうしてクリームを塗ってご主人様のお耳がこんなに美味しいなんて。さあ、もっとなめなめして差し上げますよ。の代わりにご主人様のお耳なんて、マリノは幸せすぎます、おいしい。お手でもほら、またクリームをつけて、甘くて美味しい。お顔がクリームみたいにとろけてますよ。お耳なめ気持ちいいんだろうか。それとも電波の方、どっちもですかね。甘い。
本当にナメナメできるなんて幸せ。おちんぽもほらしこ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 。最初よりずっと硬くて重くなって、透明のフェロンがトロトロ出てますよ。マリノのお手手がぐちょぐちょでさ。クリームを補充。ママこれも大好き。気持ちいいですか？お体ぶっこんでいくって思ったのかよ。次は逆の耳もクリームたっぷりつけちゃいましょうね。お耳のデコレーション、ぐちゅ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 。どんどん美味しそうなお耳になっていきますね。いただきまーす。左耳に負けず劣らず。おいしいです。おててもシコシコ続けますね。
クリームをジューぬりぬりして、クリームの匂いにかき消されないお耳の裏のご主人様の匂い、マリノは大好きです。ご主人様の匂いをクンクンしながら、お耳のまなめ、マリノ嬉しい。最高です。もうとろけちゃいそう。おいしい。うん、ご主人様食べるんですか。早くしたいと思うね。ご主人様のお顔もとろけそう。こんなおいしいケーキ食べたことないです。ほら、シコ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 、クリームをジューして、おんほっ、主人様、すごく息が荒くて、おちんちんパンパン。もしかして
マリナのお手手で気持ちよくなってくださいね。うん、シコシコフェコフェコシ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 コ、うん、シコシコフェコフェコフェコシコシコシコ、うん、出ますよ。不思議様ミルクピピュって出ますよ。自分の好きなゲームと同じシチュエーションで気持ちよくなるというのはすごく良かった。まあマリノ嬉しいです。ご主人様ったらトロトロになっちゃって、お耳ケーキ食べられながらのシコシコ、そんなに良かったですか？まあ、かわいいご主人様、よしよししてあげます。ほら、私のおっぱいにお顔をうつめて。ぎゅー。よしよし。よしよし。なで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 、おっぱいふにふにで気持ちいいですか、ご主人様。なで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 、うーんっておっぱいの中で喋ってもわかりませんよ。ほら、おっぱいからお顔を出して。で、なんでしょうか。なんでも言ってください。嫌じゃなかったら、お掃除フェラしてほしい？嫌じゃなかったら、だなんて、ご主人様ったら。嫌なわけないじゃないですか。大好きなご主人様のエッチなミルク、おいしくいただいちゃいますよ。では、いただきまーす。きれいね、きれいね。ご主人様のチンポ、お掃除、飲め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 。
掃除フェラなのに。ご主人様、またおちんちん大きくなっちゃってますよ。どうします？このままお口でまたもう一度気持ちよくして差し上げましょうか。どうしました？もじもじして。ははーん、マリノはピーンときました。ご主人様ったら、お口よりももっと気持ちいいところで気持ちよくなりたいんですね。つぼしでしょ。ご主人様ほんとかわいいです。もじもじしちゃって。いいんですよ、今日は甘やかしてあげます。ご主人様のご要望、全部全部このサンタメイドが叶えてあげます。だからちゃんとおっしゃって。何ですか？マリノのおっぱいにケーキのクリーム塗りたくって、マリノケーキを食べながら入れさせてほしい？まあまあ、なんてマニアックな。ご主人様は私が思っていた以上にエッチなご主人様だったみたいですね。まだまだご主人様の研究が必要みたいですね。なんちゃって。でもでも、マリノケーキを食べたいだなんて。いいですよ、今日はご主人様のご要望全部叶えちゃいます。マリノのこのタヨンタヨンのおっぱいにいっぱいケーキやクリーム乗せてペロペロしながら気持ちよくなってくださいね。じゃあマリノ、服をはだけさせて、ボタンを取って、パンティーも脱いで。ご主人様がケーキを塗りやすいようにしますね。お待たせしました、ご主人様。どうぞマリノのおっぱいにマリノ特製ケーキを塗りたくって、マリノケーキを作っちゃってくださいね。そうそう、手でたっぷりケーキをすくって。あ、クリームが冷たいです。乳首の上にいっぱいクリーム乗せて、マリノの乳首が真っ白で大きくなっちゃいました。谷間にケーキのスポンジまで挟んで、いちごも谷間に挟むんですか？もうご主人様ったら、マリノケーキの飾り付けに凝っちゃって。可愛くエッチに飾り付けてくださいね。いっぱいクリーム、ぬりぬりされてる。マリノケーキが
どんどんできて。あ、そこ。いっぱいクリームぬりぬりしてください。ご主人様、好きな時に食べちゃってくださいね。ご主人様特製、マリノケーキ。マリノ、早くご主人様に、食べられちゃいたいです。くすぐったくて。でも、エッチ。おっぱいにクリームぬりぬりされるの。すっごくエッチです。マリノケーキ、おいしそうですか？そんなところにまでクリーム塗るんですか？完成ですか？もう本当にケーキみたいになっちゃいました。すごく甘い匂い。じゃあご主人様、どうぞマリノケーキをお好きなように食べちゃってください。いや、ご主人様、そんな、私の大事なところにまで、マリノのおまんこにまでケーキを塗るんですか？恥ずかしいです。スポンジのザラザラ感がマリノのクリちゃんを刺激して、マリノの中からトロトロしたクリームが出てきちゃいます。ご主人様、手つきがやらしい。マリノのおまんこまでケーキにしちゃうなんて。まさかここも食べちゃうんですか？もちろんって。もうご主人様のエッチ。いいですよ、ご主人様。今日はご主人様の思い通りにしちゃってください。マリノ、ご主人様のお願い全部聞いちゃいます。ご主人様、もう食べるんですか？ちょっと、マリノのおまんこケーキ、マリノ、食べられちゃってます。こんな風におまんこ食べられちゃうの、マリノ、なんだかドキドキしちゃう。いいですよ、ご主人様。マリノ、すっごく嬉しい。ご主人様に食べていただくの。クリトリスの周りのクリームを、そんな必要に舐めたら。マリノ、マリノは、マリノ、ご主人様に食べられて、軽く気持ちよくなっちゃいました。マリノの割れ目をじっとり舐めて、マリノのケーキ、マリノのおまんこケーキ、
美味しいですか、ご主人様。無理の…ダメ…また気持ちよくなっちゃう…ご主人様が…マリノ食べてるの見て、マリノ気持ちよくなっちゃう。うん、ダメ、ご主人さん。ご主人様、おまんこケーキ全部食べちゃったんですね。美味しかったですか？それは良かったです。ご主人様ったらもうエッチで可愛いんですから。そろそろマリノの中に入れて、マリノケーキを体全部で味わいたい。もうご主人様ったらエッチな人。もちろんいいですよ、マリノのわがままボディーケーキで。ご主人様をいっぱい甘やかしちゃいます。ご主人様、どうぞマリノケーキをご堪能ください。入ってくる。ご主人様のおちんちんがマリノの中に。中からいっぱい食べられちゃいます。すごい。奥まで来ました。マリノのおっぱいケーキにしゃぶりついて。ご主人様かわいい。ちゃんと食べてくださいね。マリノのおっぱいケーキ。おいしいですか、ご主人様。乳首のケーキをそんなにチュパチュパ。ミルク飲む赤ちゃんみたいに。甘くて美味しいですか、ご主人様。マリノのおっぱいケーキはお口に合いますか。マリノの天然キイチゴをそんな甘がみしちゃ。マリノ感じちゃ。胸のキイチゴを甘がみされると、マリノご主人様の気持ちよかっていっぱい締め付けちゃう。もうご主人様の甘えん坊さん、おっぱいケーキを甘がみしてマリノを行かせちゃうなんて。マリノが行くの、おちんちんぎゅーって絞られて気持ちいいですか。もうエッチなんですから。でもそんなご主人様がマリノは大好きです。ほら、おっぱいケーキまだまだありますよ。
胸の谷間に挟んだイチゴとスポンジケーキ。ほら、もぐもぐしましょうね。谷間はくすぐったい。そっちの胸のケーキもペロッペロ。ご主人様に食べられちゃいますわ。ご主人様ったら腰をそんなに動かしてご主人様我慢できなくなっちゃいました。いいですよ、動かしてマリのケーキを食べながらいっぱい気持ちよくピストンしてくださいね。ほら、お腰パンパン、お腰パンパン、上手です、ご主人様。すごい気持ちいい。ご主人様に全身でマリの食べられちゃってます。マリのご主人様におちんぽでもお口でも食べられちゃって、気持ちいい。ご主人様、おっぱいケーキもおまんこケーキもご主人様に食べていただけて、マリのすっごく嬉しいです。あら、ご主人様、お腰の動きが早くなってます。マリノのおっぱいケーキに吸い付いたまま、お腰パンパンって、マリノケーキはご主人様のミルクが欲しいです。ご主人様のエッチなおちんぽミルク、マリノのケーキの中にたくさんください。ご主人様、マリノ、もう気持ちよくて言っちゃいます。マリノ、ご主人様に食べられて気持ちよくなっちゃう。ご主人様、気持ちいい。ご主人様、もう我慢できません。一緒に、ご主人様、一緒に行きましょう。ご主人様、ほら、マリノに、マリノに、どうして、どうして、ご主人様、マリノはとっても気持ちよかったです。ご主人様、またお顔がクリームでベタベタ。マリノが少し舐めてあげますね、ご主人様ケーキ。
ご主人様ケーキ。おいしい。ごちそうさまです。すっかりケーキを食べてしまいましたね。完食していただいて、マリノは嬉しいです。作った甲斐がありました。疲れちゃいました?ご主人様。おちんぽミルクを出したまま、マリノから抜かないで、マリノのお胸にもたれかかってぐったりしちゃって。すごく可愛くて、よしよししちゃいますよ。よしよし。ご主人様は甘えたさんなんですから。よしよし。よしよし。ほら、お顔あげてください。マリノとチューしましょう。じゃあ、ご主人様、お口の中甘いですよ。主人様、お顔トロトロ。いっぱい気持ちよくなって疲れちゃいましたね。じゃあこのままギュってしてあげますから、ご主人様、つながったまま少しネムネムしましょうか。私が抱きしめててあげますよ、ご主人様。ほーら、ぎゅーぎゅー、よし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 。お背中、トントン、トントン。よし、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 トントン。
ねえねえ、お背中トン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 、よし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 、大好きなマリナのご主人様、ねえ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 、よし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 、トン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 、寝ちゃいましたね、ご主人様。ご主人様、あったかい。寝顔、かわいすぎです。マリノの大好きなご主人様、どうか来年も、ぼっちでいてくださいね。そうしたら、来年もマリノはこうしてご主人様と甘々できますから。マリノの大事なご主人様。マリノの大好きなご主人様。ぎゅぎゅ。